川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。涼子ちゃん、はい、もう番組が一新しましたね前回ね。そうですね。はい、私吉川涼子の調べてみましたのコーナーいかがだったでしょうか。あのね、あれですよ、はい、やっぱりね詳しくなると思うね絶対。そうですね、うん、あのまず自分から調べることが大事じゃないですか。でそれに対してあのとりあえず知識を付け焼き場でも何でもいいから言ってみる、はい、そうすると何らかの反応が私からは多分あるでそれはまたリスナーさんからそれなりに反応もある。そうですよね。そうこれで支えられてやってるのかな。だからもうやっぱりねこれ聞いていただける方が増えてるってことが非常に大事なんで、そのためにもねやっぱりマンネリってわけじゃないんだけどね、やっぱ新しいコーナーってのは非常にやっぱりいいですね。うん、だからあれでも大変だけど大丈夫？大丈夫ですよ。もうプレッシャーとかね、はい、これね言われるんですよ実はね。そうあの思い出した、どあの市川さん忙しいのにこれ撮るの大変ですねって言われてるんですけど、はい、ね、そこから先はねあのほとんどあのノーミスで私もこうやって喋ってるので、もう本当にすごいです、ね、うん、だから大変だと思ったこと一度もないんですけど、まあ大変かもね。涼子ちゃん頑張ってねって感じかな。私はもう頑張っていきます。なるほど、はいはい、それでは今日の番組始まりです。Q&A コーナー。それではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介しましょう。海外不動産を買うと節税ができるのは本当ですか、という質問ですね。私の友人が最近ハワイの不動産を買ったと聞きました。節税もできるからいいよと言ってましたが本当ですか。何がどう節税になるのか市川さん教えてください、というご質問をいただいております。これね、はい、あの前税金についてって話をちょっとしたことがあるかもしれませんけど、はい、まあ、特に今回は海外不動産とそれに対する節税っていうのをちょっとお話をしたいと思いますね。でハワイの不動産これ買ったって、ハワイの不動産って高いよね。高そうなイメージですよね。まあ本当に何だろう、借地権とかだとまだ 2,3,000 万円で買えるやつもあるけど、本当に普通にやるともう 7,8,000 万円はしますよ普通。そうなんですね。でも値段も下がってないしね。でも買う理由っていうのはいろいろありましてね。この節税っていうのはあの普通はほら買います、買って買うだけで税金が返ってくるっていうのは、まあ、自宅、日本の例えば不動産買って自宅を買ったりしてローンを抱えたりするとあの住宅取得控除みたいな形で税金が戻ってきたりすることがあるんだけども、はい、そういう趣旨ではなくて、どっちかっていうと、賃貸に出して、で賃貸に出して普通収入を得るじゃないですか。で収入を得るということは普通はプラスになるんだね。まあ赤字で買うっていうのは本来は本末転倒であるから、そのそれに対して普通は税金を払わなきゃいけないじゃない、所得税っていうのは、ね、はい、なんだけどこの節税っていうのはですね、これがまたあの日本独特のルールというかがあって、日本の建物っていうのは、建物が古くなるともう減価償却って言っていっぺんにこの建物の価格、不動産って土地と建物に分かれるんだけど、はい、例えば1億円で不動産買いました、で建物がそのうちの5000万円です、土地が5000万円ですというふうに仮に分かれたとしますと、でそれが建物新築の時に5000万円ですというのが、まあもうちょっと新築だとあれかな、じゃあ例えば7000万円です、土地が3000万円ですにしましょうと、その時に新築の時はそれでいいんだけども、日本の場合は特に木造住宅一戸建てあるでしょ、はい、あれって、安く、まあ、時が経つと古くなるじゃない、で結構、まあ、ボロくなるじゃない、でそれで、毎年価値が下がりますよと、でそれを、税金として経費として見るってことができるんですよ。それが減価償却という仕組みなのね、はい、お金は別に毎年払うわけじゃなくて、お金は買った時に、まあ、全部払うかローンを抱えるかっていうまたちょっと話になるんだけども、それを毎年こうやってあの償却することでどうなるかというと経費扱いになるわけ。
プラスになって、だから収入があるじゃない、はい、賃料に対して収入があるじゃない、だけど減価償却ということで建物の価格のうちの一定割合を、お金かけましたっていう形になるので、その分は収入から相殺されるんですよ。相殺っていうか要するに、打ち消すことができるのね。で、日本の法律でいうと税制の考え方でいうと、はい、木造住宅って22年で評価がゼロになるんですよ。22年で、うん、だから築22年の一戸建てを買うと、減価償却というか税金的な評価でいうともう建物の価値ありませんっていう話だ。これってまあ前話したかもしれないけど、話長くなっちゃうからこの話はちょっと端折るけど、アジアは特に古くなるとまあボロくなるみたいな評価も下がるって感じなので、そこはあんまり22年経っちゃうともうゼロになるんですね。じゃあ22年以上経ったものを買った時に建物ってじゃあどうなるのと。でも実際に建物の価格ってゼロじゃないんですよ、実際はね。でも日本の場合はほとんど建物の価格っていうのがほとんどまあゼロじゃないけど、はい、2割ぐらいになる。例えば土地と建物の 総額に対して2割ぐらいになるっていうのがまあ一般的な話だけど、これがアメリカっていう国になった時に、まあ、ヨーロッパもそうなんだけども、古い建物を普通に使って何十年も暮らしているんですよ。で、新しい建物をに住み替えていくっていう暮らしぶりをしてないんですよ。そうすると建物っていうのは、価値は下がらないんですよ、分かりやすく言うと。だからそもそもその減価償却って考え方が違うので、はい、要は先ほど言った1億円のうち、例えば7000万円で新築買いました、で中古になっても、6000万円ぐらいで建物の評価されますとかっていうのは結構あったりして、まあ、土地がそもそも安いってもあるんだけどねっていうふうになると、要は建物の価格が大きいわけ。そうするとまず、減価償却に使える建物の分が多いからものすごく、引けるじゃないですか。でなおかつその22年以上になったものに対しては快速償却って言って 0.2 で年数を計算することができるのね、はい、だから 22×0.2 っていくつ、4.4、はい、でその波数カットで4年で償却することができるっていう決まりがあるんです。今は変わってないんだけど、でそうすると4年間で償却できるってことは、先ほど言ったように建物が例えば6000万だとしますね、それを4年間で償却できるってことで1年間で4分の1償却できるんですよ、はい、1500万円償却できるんですよ。1500万円償却できるってどういうことかというと、まあ、賃料収入で1500万も絶対入ってこないからまず赤字になるわけ、そこで申告上は、はい、でなおかつ自分の収入があるじゃない、例えば他で稼いだお金、それも一緒に申告するんですよ。分離課税じゃなくて総合課税になるから、そうするとね、自分の給料本来もらってる1500万円仮にですよ、1500万円もらってる人がいたらゼロになるわけで、3000万ぐらいもらってる人が一気に値段税金が下がるわけという仕組みでやると、はい、日本の場合って累進課税って言って収入が増えれば増えるほど課税の率が上がるんですよ、所得税の。でそれの、まあ、線引きがいろいろあるんだけども、そうすると結構、まあ、儲けてる人は世の中にもいっぱいいて、給料高い人も結構いて、そうですよね、うん、まあでも、1000万円ぐらいだとあんまり効果は正直ないんだけども、2000万3000万ぐらい何らかの形で利益を出してる人からするとものすごくやっぱ大きくて、そういう仕組みで、節税で不動産を買うと、はい、でなおかつ例えばアメリカでいけば5年経っても建物のメンテナンスさえちゃんとしてればそんなに不動産価格自体があんまり下がらない傾向になるわけよ、まあ、場所によるけどね、はい、だから、まあ、将来的にはでもそれを売却するときに買った時の減価償却ってことだから、買った時の値段から実はもう建物の分はちゃんと償却しちゃったよってことになるんで、売った時に今度利益に対して税金がかかるんだけども、それに対して課税される金額が一律6年以上持ってればもう 20% って決まってるのね、大体、まあ、正確に言うと 19.何% なんだけど、はい、それを払えばいいだけのことになるので、要は普段の収入の課税の率が、まあ、ざっくり言うと 20% 以上払ってる人からすると、まあ、一応メリットはあるということで、まあ、繰り延べって言うんだけど、それはね後送りなんで、実際完全にお金が得するわけではないんだけども、本来だったら 40% ぐらいの税金を払わなきゃいけない、まあ、場合によっては 50% ぐらい払わなきゃいけない人がいるわけですよ。儲けてる人って半分税金だからね。すごいですね。そうでしょう、儲けてみたら分かると思うけど、はい、うん、私もそこまで払ってないです、分かりませんけど、という感じになるのね。だから
それで買う人は結構いる。でそれでなおかつ好きなところ買いたいとか行ければいいじゃんとか、はい、で、いうことでハワイなんかはまだまだ人気っていう、そんなことですね。分かった、なんか分かりましたね、うんうん、はい、じゃあ今日はそんな感じですかね。はい、ありがとうございました。吉川亮子の調べてみました。吉川亮子の調べてみましたのコーナーです。このコーナーは私ナビゲーターの吉川亮子が不動産や海外に関することをいろいろ調べて皆さんにプチ情報としてご紹介できたらいいなと思って新設したコーナーです。今日が2回目となります。さて今日は前回に引き続きハワイ州についてです。前回はハワイ州に属している島々のこと、ハワイ州の公式言語、人口などについてのお話をしました。2回目の今回はまず日本との時差についてです。ハワイと日本の時差は日本時間からマイナス19時間するとハワイの時間になります。日本がお昼の12時だったらハワイは前の日の夕方5時という計算になりますね。電話で現地とやり取りする時などは大変なんでしょうか。市川さんいかがですか。これね本当に大変なんですよ。これ日本がお昼の12時でしょ、でハワイは夕方の5時なんですよ、はい、で要するに東にあるからハワイって日本よりも、はい、基本的に進んでるん、先に行くんですよ時間って、先なのなんだけど途中に日付変更線っていうのがあって、はい、1日戻りますよってことになる。だから 5なんだけど19時間って24から5を引けば19になるっていう、そういうまあちょっとねことなのね。なるほど。でそうすると夕方の5時じゃない、はい、でこっちがお昼でしょ、はい、まあ、お昼に5時だったら全然いいんだけど、日本の6時だったら向こう夜中のもうね、11時とかになるじゃない。そうするとあこの時間までにしか多分もう稼働しないなってことを常に頭に入れてなきゃいけなくて、今度ヨーロッパになると今度逆じゃない、はい、遅くなるじゃない向こうが。そうですよね。だから日本が夕方になると向こうがやっと朝になるんですよ。ドイツとか今一緒にやってるけど、そうするとあこの人は今頃ちゃんとメールが始まるなとかっていうと、結局ねいつ休めるのみたいな話になる。そうですよね。そう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 。でももうしょうがない、これ仕事だからね僕は。でもそんな感じですよ時差って。電話するのも大変だし、メールが返ってくる時間とか、まあ今メールとかあるからね、はい、ほっといて返ってくるの待っておけばいいから、電話かかってくるのは大変ですよ向こう知らないで。あ夜中にかかってきたりとか、あるある。アメリカの本土に行くと今度12時間ぐらい違うから真逆になるじゃない。向こうが昼間だと思ってかけたら真夜中寝てたりすると、みたいなのがあるけど、まあ、これもしょうがない。あそれもちゃんと出て出ない出ない、寝てれば出ないし出ちゃうともう 2,3 時間寝れなくなるから、これまたまあでも時差ボケだふんふんみたいな感じになるかな。はい、続きましてハワイまで飛行機でかかる時間は日本からハワイは約 6.5 時間から7時間ほどで、ハワイから日本へ戻るときは向かい風の影響で約8時間ほどだそうですね。飛行機の大きさとかによっても時間の差とかはあるんでしょうか。そもそもね、飛行機って、はい、燃料積むじゃない、燃料、はい、翼とかに入ってるんだけど、でそこにその燃料 のもう量が決まってるから、大きさによってまず飛べる距離って決まってくるわけ。あそうなんですね。だからハワイなんかはそんなに小さな飛行機じゃたどり着かないのよ。そう4時間そう、ね、5時間ぐらいまでのところの飛行機と7、8時間の飛行機はそもそも機種の大きさ違う。そうなんですね。でも大きいと燃費が悪いから航空会社的にはちゃんとお客さんがいないと難しいって、そういう事情があるので、まあ、飛行機の大きさによっても時差の差はないです、時間の差はないです。はっきりそうなんですね。ない、ただ行きと帰りでなんでこれ違うかってことでしょ。そうですね。これは風の問題とかさ、まあ、自転の問題、地球がこうやって回ってるって自転の問題とか、ちょっとこれになると私も説明しきれないんだけど、はい、まあ、日本でいうと偏西風とかが北半球から吹いてたりするから、それに対して追い風になると早い、向かい風になると遅い。すごいですね、うん、で、まあ、でも涼子ちゃんこうやってやるとだんだん興味が湧くもんね。そうですね、うん、あと飛行機に長時間乗る場合に気をつけなきゃいけないこととかって何かありますか。例えばなんか女性だったらむくみとかがすごい気になると思うんですけれども。はい、僕はもうトイレが近いので、はい、アイルシートって言ってですね、これだけ英語で絶対覚えておいてほしいのはアイルシートって言葉、アイルシート、これが言えれば
通路側の席っていう意味なんですよ。ウィンドウシートが窓側でしょ、はい、で、アイルシートって言えれば通路側の席が、まあ、座れるわけです。そうするとトイレ、まあ、人を気遣わずに行けるじゃないですか。行きやすいですよね。でそれを、あえて繰り返何回か行くことによって血の巡りずっと座ってるとやっぱり 血栓が下手するとできたりする。これがエコノミー症候群だったりして危ないんですよ、はい、だからやっぱり一定時間にちょっと立って歩いて血の巡りを良くするっていうことは実はやってますね。あと何かあります？飛行機、あと機内の乾燥対策とか、なんかマスクとかは。マスクねしてる人はしてるね。市川さんは？私ねオールウェザー対応なのかな、したことないね。そうなんですね、うん、全然平気。ね、航空会社によってね、はい、寒いか暑いか違うのよ。で基本的にあれ上にと行くでしょ、1万メートルぐらいに行くんですよ。そうすると寒いじゃない気温って、上空の気温は絶対そうですよね。そこでそのまんま寒い飛行機とそれを暖房でちゃんと温めてる飛行機ってあるのよ。え、寒い会社によって違う。寒い飛行機もあるんですか？だってそっちの方が燃料使わないもん。だからケチな会社、安い飛行機乗ると寒いよ。そうなんですね。本当にだからね、アメリカン航空とか寒い寒い。でも日本航空系だとそんな寒くない。だからね気使ってないね。アメリカの人なんかほら寒くても半袖だったりするじゃない。いますよね。そう、関係ないんだねああいう人たちはねっていうのがあったり。あとスリッパとかってやっぱり持ってた方が便利なんでしょうか？僕携帯用のスリッパを必ずこうちっちゃくまとまるスリッパあるんですよ、はい、これ持ち歩いてて、で飛行機乗ったらまずそこにそれに履き替えてそのまんまもうトイレ行ったらできるから。あ、いいんですねそのまま行っても。だって裸足で行ったって構わないのさそんな汚くないし別にね。絨毯です。まあ絨毯みたいなですね。よね、きっとタッチカーペットみたいなやつなんだけど、だから全然よくて、でまあビジネスクラスとか行くと、まあ、僕は普段使ってないけど、はい、スリッパついてるので自分で用意する必要ないんだけど、エコノミーだと、まあ、そういうことを自分ではやってますけどね。でもやってない人多いね。でも足が確実にむくむから。そうですよね。例えば10時間乗るでしょ、スリッパずっと履いてるでしょ、で靴履くでしょ、足入らなくなるよギリギリ。入らないですよね。いや、まあ、入るけどギリギリ足が、あ、やっぱり血がほら 足に集中するからさっていうような、そんな感じかな。すごいですねはい、ということで今日は前回に続きハワイ州に関するプチ情報でした。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。